よし、今回から、家の外に、火を思いっきり張り付けて、中から出られないようにするぜ。いや、本当にするか知らんけど、多分そんな回だと思う。ここに、こういうもあるし、金槌が置いてある。よし、やるか。やらんのかい？てか、もう手がんのかい？とりあえず、いろいろ探索していかなあかんのかな。なんでさ、こんなもんをさ、素敵みたいなこと言おったわけなんやな、とりあえず。幻覚のせいでな。あくまで幻覚のせいで。でもその幻覚って、やっぱギャンブル中毒が関係しとんかな。ギャンブル中毒。これまでどんだけお金を吸ったことかな、アンジェ。ベル、この家具たち、本当に素敵ね。そうかな。アンジェに気に入ってもらって。よかったよ。頑張って組み立てたはずのベッドはなんだかすごく汚れちゃってるみたいだけど、それベルが組み立てるの下手くそやけん汚れたとかそういう話じゃない？うん、ありがとう。そこのお城もとっても可愛いわ。お城？お城なんかあったかな。まあアンジがそう言うなら。ベルってなんか犬みたいよね。ベル犬扱いされてるぞ。え、狼じゃなくて子犬みたいな。そんなベル、女の子から子犬みたいって思われてるってことは可愛いって思われてるよ。ワンちゃんいけるぜ。あ、ワンちゃんって子犬って意味のワンちゃんじゃなくてね、ワンチャンスの方のワンちゃんですよ。アンデとくっつくんにワンちゃんいけますぜっていう意味ですよ。童話とかそういう本が置いてあるね。ほう。そういや、妖精にも童話見せたんだったっけ？これ、ちゃんと洗ってから使った方がいいよな。その通りだな。わっ！え、どうした？いなかったことにしよう。え、なんなん？どこに何が入ってたの？そんな赤く顔して。それってさ、あの本があるんじゃないかな？あの本が。あの本があるんじゃないかな？あの本が。この動画の視聴者がもしかしたらさ、R18 的な人じゃないかもしれんけん、言うんやめとくけどな。ここはちゃんと開くかな。開いた。うん、大丈夫そうだな。はしごもこの前新しくしたばっかりだ。これで出入りに支障はないな。アンジェにバイトんじゃない今。お？ねえ、ベル、懐かしいわよね。この家のこと？不思議な家だよね。大人たちには絶対見つけられない家だもんね。昔はよくこっそり隠れていたっけ。父さんに怒られた時にはよく来たっけね。私たちももう来れないと思ったけど、まだまだ子供だってことなのかしら。あったな、こんな会話。確かに昔に比べたら見つけにくくて時間がかかるな。あ、ここでお腹減るんじゃ。あ、ってなる。そうそう、そういう展開だった。で、あ、ドーナツあげるんやけど、半分こうみたいな感じの。なるよね。はい、半分こって、ね、当たり前じゃない。もともとベルが持ってきたんだし。なんかかっこ悪いな。ふっ、いいのよベルよ。それでほらベル取ってこーい。わわわわわ、違うよ、僕は子犬じゃないよ。こんな感じになるんだろうな、俺の妄想だけじゃ。そんな感じだよ。じゃあ今日はもうで寝るんだ。で一日終わる。で、終わったっていうことは、寝とる間に実行の時が来るのだ。さて、アンジェは寝たかな？今のうちに。そうそう、今のうちに、そうそう取れるんだろ。板は、外に。もちろん、金づち。アンジェが寝てないか。ああ、そう。寝とるんやな。ちゃんと寝とるんやな。オッケー。行くぜ。作戦。外から入ってきて来られないように。それから、アンジェが外に出られないように。窓とドア、出られないように打ち付けておかないと。ミッション、スタート。お、やってますね。てか、俺がやるんじゃないんかい。板を取って、窓とドアに貼り付けようみたいな、そういう、そういうミッション的なのが始まるかなと思ったら、自動的に打っちょるわ、これ。あ、でもって過去の話か、また。
そういやね、動画のコメントでね、こういうの小さい頃のベルのことをショタベルって呼ぼうみたいな感じのことを言ったよね、このショタベル。それ気に入ったけんさ、今回からこの小さい頃のベルのことはショタベルって呼びます。イザベルとかそんな、ディアベルみたいな名前になったら、ディアベルハーみたいな、ソードアートオンラインの序盤で死んだ人みたいな、なっとるけど、違うよ。ソードアートオンラインとは全く関係ないよ。何この、バグが起きたゲームの世界みたいな感じ。ベルの家がなんか幻覚っていうか小さい頃の思い出やけん、若干、こうブレて見えるみたいな感じになったんかな。どっちに行けばいいんだい。あと家としてもう入り組みすぎてわけわかんなくなってる。こっちか。で、こう行ってからの、あ、外に出た。欠陥住宅だね。ドアないのにこう出れるって欠陥住宅だね、お前。これもパンクスだ。さっきと同じ。これは。お。初めて聞く。わあ、また、吉本新喜劇始まるんかい。もういいやろ、それ。あれ？いつも劇場じゃないんだよ。僕の家は、狩人の家だ。でも、普通の狩人と少し違う。ほう？違う点は、三つある。一つは、他の狩人よりも、かなり古くからある家だという点。なんでも、僕の家は、この村で一番古いのだそうだ。ほう、それで？もう一つは、他の狩人どころか、他の村人よりもずっと金持ちな点。金持ちなんじゃ。そりゃこんだけでかい家持っとるもんな。村一番の金持ちは村長だ。でも、それと同等に渡り合えるくらい、この村で僕の家は地位が高いらしい。うん。ああお前、意外な登場の仕方するだよ、お前。出てこんなと思ったらそういう出方するかね。予想外やな、お前。おう。俺、プレイヤー予想外突きつけてくるね、君。最後の一つは、僕らにとっての獲物が獣だけではないという点。どういうこと？吸血鬼。この村には深くから伝わる吸血鬼の伝説がある。彼らはある日突然村にやってきて、村の人々を殺し回った挙句、村の人間の中から一人を選んで仲間として連れ去ってしまう。いよっとな。僕の家はそんな恐ろしい吸血鬼から村を守る狩人、ヴァンパイアハンターの家系だ。ヴァンパイアハンター、めっちゃかっこいいやんけ。じゃあヴァンパイアハンターの、もうせがれな、つまりベルが、もう次期ヴァンパイアハンターの後継者みたいな感じなんじゃ。そうかけたらベルすげえな、お前。かっこいいわ。ボウダチ一族の見た目は、書物に修正た吸血鬼の特徴に少し一致する。確かになんか若干規模あったような気がするよな、ベル。てことはさ、そのさ、ヴァンパイアハンターの末裔にね、末裔の家にさ、固有があるってことはさ、こいつヴァンパイアハンターなの。ヴァンパイアハンター元祖みたいな感じなの。なぜなら、僕の先祖は吸血鬼と人間の間に生まれた子、ダンピールという存在だから、いや、この絵見せられながらダンピールって名前聞かされたらさ、こいつがダンピールっていうことになるんじゃないの？そういうことじゃないの？これダンピールっていう名前？それともダンピールって種族？ダンピールには吸血鬼を倒すための特殊な力が備わっているという。だから、その血を受け継ぐ僕の一族は、伝統的にヴァンパイアハンターの職業についている。え？ママ、ヴァンパイアハンターなんか嫌だよ。YouTuber になりたいよって言うてもヴァンパイアハンターなんかな。YouTuber にはなるもんじゃないよ。みんな。これで儀式は終了とする。ベルント、今日からお前も、狩人の見習いだ。そのナイフを見放さず、と、名誉の狩人となった意識をしっかりと持って、これからも訓練に励むことだ。お父さんやな。はい、頑張ります。12歳になった時、僕は伝統行事によって9代目のヴァンパイアハンター見習いとしての称号を受けた。9代目だと。なんか9代目とか何代目とか聞いたら本当かっこよく聞こえてくるんやけど、すごいな。いい子、銃の気泡は一点を見つめてよく狙い、まっすぐに撃つことだ。
狙いがきちんと定まっていなければ当たることは絶対ない。称号を受ければ何かが変わると思っていた。だってヴァンパイアハンターはみんなの憧れだ。強くてかっこいい村を守る名誉の狩人けれど、ベレント、なんだ昨日の訓練は。なんだよ。確かにあんまりうまくいかなかったけど、僕はみんなよりできててじゃないか。みんなにできるのは当たり前だ。みんなよりできるのは当たり前だ。みんなにできるって言うてるやつ、みんなに打ち込むよみたいな感じじゃない。あかんけん。俺の父親は11の頃にはもう村の大人だより足が速かった。それ化け物で。大人より足速いって脚力どんな感じなん。足めっちゃ太いんじゃないの。なんなんベンジョルソンなのが。俺は13の時に古国訓練で10発10中だったぞ。ま、的が半径10メートルだったけどな。はそれはないわ。それなのにお前は10発2中か。なんだその低打力は。でも他のみんなは加水もしなかったんだ。当てられただけも十分。ベルント、お前は狩人としての称号を受けただけで強くなれた気になってるな。え、違うの。いいか、称号を受けたからといって力が手に入るわけじゃない。本当に強くためるなるためで関心を許さず、自分自身の力を鍛えなければならないんだ。ベルント、今のお前では本物の狩人にはとてもなれないぞ。まあ、ベルントのお父さん、いいことを言おる。そうよな。称号、なんか、こういう称号を受けたからといって、こういう名声が受けたからといって、その人が強くなったわけじゃないもんな。うん。そうよ、そうよ。うん、俺もそう思うわ。お前は弱いんだ。ベルント様、これ水着物です。どうですか、この巨乳系のエロ本雑誌。これ僕になんで巨乳が好きって知ってるの。それはベルト様がメイヤだ、カリウドだからなのさ。あれ、だからなのさってなんか聞いたことあるな。聞いたことあるな、この喋り方。メイヤのカリウド。狼怖いな。大丈夫さ、ここにいるカリウドが村を守ってくれるからね。カリウドは強いだろ。ベルト様、サニーお姉ちゃんの敵、どうかよろしくお願いします。ベルト様、よろしくどうぞ。ベルト様、な、みんな何を言ってるんだ。これだよ、この僕が狼から村を守る、だって本気で言ってるのか。そんなの無理に決まってるじゃないか。これだよな、目、称号だけ押し付けられてさ、強くもないのにこうみんなからさ、期待されるんよな。あるよな、こういうの。別に俺は称号を受けただけで何の強くもなってない。しかも上の人間からは認められず、下の人間からは過度な期待を受けられる。これが名家に生まれる人間の宿命だよ。同い年の女の子にすら勝てないのに、今でもアージに守られてばかりいるのに。結局僕はあの頃と何も変わっていない。いくら名誉の称号を受けたって、周りのみんなから期待されたって、これじゃ僕は自分で自分に納得ができないままだ。変わりたい。みんなから期待の目で見られても、心から胸を張れるような、こんな気持ちにならずにいられるような、そんな立派な人間になれたら、そしたらきっと自分のことを好きになれるのに。しー、ほんと SC みたいな CM になっとる。笑い事じゃないけどな。お、ねえアジちゃん、強くなれるためにはどうしたらいいのかな。直球に女の子に聞くことか、それ。何言ってるの、そんなの。毎日筋トレしまくれば、筋トレしまくってプロテイン飲みまくったら、そんなの筋肉つくわよ。
アンジがそんなこと言うたらちょっと引くな、俺。ベルは強くなりたいの？うん。そうね。ベルは覚えていない？ベルのお母さんが言ってたんだけどね。本当に強いっていうのはね、自分の進むべき道を自分で見つけることができる人のことなんだって。そうして、自分と自分の選んだ道を最後まで信じることのできる人のことなんだって。はあ。進むべき道を最後まで信じることが、いいこと言うなあ。じゃあ俺変なこともめちゃくちゃ言いようけどさ、それを信じて、その道を信じて進んでいけば、きっとみんなが認めてくれるんやな。よっしゃあ、めちゃくちゃふざけて、今後も実況していくぞ。とやってたらこの事件が始まるんだね。あれ？開かない？そうそう。打ちつけてさ、ベルトが打ちつけて、なかなか出ないようななってる状態。で、ベルもさ、分かっとうけんとりあえず演技するよな。うんどこしょ、どっこいしょ、せいでも窓は開きません。どうすればいいんだみたいな考えること、考える顔を、お前結構演技力あるな。顔だけは本当にさ、どうしようみたいな感じになってるもん。お？なんだ？こんなんあったっけ？あったっけな。覚えてないだけかな、これ。あ、ここで妖精来るん。出たー。あ？お？何をあんた。よくわからないけど、イライラするわ、その喋り方は。あ、妖精ベルには見てなかったん、これ。あ、で、ベルは、そりゃ、何もおらんとこに一人喋りようけんさ。こうなるわけじゃ。そうね、少しだけならいいわよ。ちょっと、アンジェ。あ、そうなんじゃ。ベル、妖精のこと全然見てなかったんじゃ。妖精も、幻覚だったんじゃ。あ、だからさ、こういう、なんつか、妖精にアンジェ取られたって見えとったけどさ、実はそうじゃなかったんじゃ。え、アンジェが変なこと言ってるみたいな感じのこと言う。そんな目で見よったんじゃ。そうだったんじゃ。どういうことだって。さあ、どういうことなんでしょうね。行ってみましょう。シンシア？で、シンシアがまた出てきとったけど、もしかしてそれも？どうしたの？アンジェ。あ、ベル。ねえ、ベル。シンシアが。シンシア？そんな、どうしてシンシアが出てくるんだよ。あ、あいつはもう、死んだじゃないか。そうそう、死んだし、本当はおらん。けど、アンジェは幻覚として目取るって感じなんじゃ。そうか。どうして突然シンシアのことを言い出すんだ。アンジェはシンシアがここにいると思ってるのか。ああ。ちょっとさ、よう見たらアンジェのそのさ、顔、ツボなんやけど、俺。ちょっと。なんか逆アニメっぽくてちょっとツボなんや、俺。笑うところじゃないかもしれんけど。こんなことあるんで、こう行くんよ。開きなさいよ、のところやな、これ。アンジェ？アンジェにとってのシンシア、まだ生きてるのかな？あの時のこと、アンジェは忘れてしまったのかな？何もなかったような顔するな、お前。そろそろ食事を持ってこないと。昨日はアンジェに気づかれないより、あんまり物を持てなかったし。はあ。じゃあ次のパートは食べ物を集めるというミッションがあるんやな。なるほど。というわけで今回はこの辺で。要するにさ、あの話の裏でさ、いろいろ物を運びよったんは、もうなんかいろいろ話を進めよったんはベルントの方だったんやな。ベルの方だったんじゃ。そういう感じだったんやな。この裏っていうんかな。というわけで皆さん、仕上げ。なるほどな。未熟なままヴァンパイアハンターの称号を受けたからこそベルはそれに見合う強さが欲しかったんだ。一周目で起きたことの真実だけでなくてベルの心境とかも
細かく分かるようになっとんやな、この2周目って。